さんこんにちは、本宮市の県民レポーターの伊藤です。今日はですねバレンタインということで花椒キネ屋さんの方に来ております。なんと今日はですねギルトフリー、たくさんのチョコレート、ありますので、太らないチョコレートがいう感じなんで早速、取材したいと思います。よろしくお願いします。行きましょう。すごいね、お客さんあんなにお饅頭を、なんと美味しいっすよ。今年のバレンタインどういったのが、はい、今年のおすすめなんですが、はい、ローチョコレートって言いまして、砂糖、乳化製品一切使わずに、はい、ローっていうのは低いっていう意味ですね。カロリーが低いっていう、はいはい、温度が低い、はいはい、48度以上に加熱しないで、うん、そうすると酵素が壊れない。それなので美容にも、あと消化酵素を使わずに、はいはい、食べられる、消化吸収できるということで、太らないチョコレートという。いいですね、はい、ぴったりですね私それでは早速ローチョコ、いいですね、これをいきたいと思います。甘みがだいぶ抑えられてますけどね、美味しい、中柔らか、これいくつでもいけますね、やばいですねはい、続きましてこちらのバレンタインコーナー、先ほどもローチョコレートとご説明させていただいたんですけど、はい、それをケーキにしたものです。ケーキにしたもの、はい、これ非加熱のナッツをローチョコタルトにしたもので、贅沢なトリュフプレゼント用ということで、はい、まあ、自分チョコも、はい、買いに来るお客さんもいらっしゃるんですけども、はい、じゃん、ビーフシチューランチ、うわ、タプタプの、またトロトロのビーフがいっぱい入ってますね。すいません、溶けました